皆様おはようございます。これからね、ここの地区のさ取材しますよ。じゃあ行きます。ここがね、新谷の家からね、100メーター圏内のところね、この物流倉庫ですけどね、ちょっとずっとやっていきますよ。ここは、新谷の友達のハサミ君家なんだよね。それはどうでもいいんだけどね。このとこずっとこれ、なんだろう、どうなんのかね、これね。今何やってんの、それ。壁の中、ここ入ってるね。それでずっとここでしょ。ここはどうもね、周回道路なんじゃないかねって感じなんだね、これ周回道路。で、そこはね、ちょっと久喜と宮代町の境界線で、ここはずっと道路になるみたいね。まあ、止まれって書いてあるけど、誰もいねえやんね。で、切ったら必ずマスク落ちてんだよね。ちゃんと自己管理ちゃんとしましょうね。ここはね、ずっとね、倉庫になるところね。ずっと、ほら、稲刈りのとこからやってるね。確か令和9月頃からずっとやってんだ、もうね。稲刈りの時も、取材もしてますよ。ここがね、あれでしょ、あんたの母ちゃんが行ってるさ、歯医者さんでしょ。あんたも歯医者かかったって、村元歯科と、あともう少し行くとね、鈴木石油外科があるって、あともうちょっと行くとね、あんたがよくセブンイレブンでよく支払いしてるね、あそこはね、セブンイレブンがもうちょっと行くとありますよ。村元市でしょ。ほんで今度ね、ぐずっと行くんだね、これね。ずーっと向こう行くんだね。うちの犬が頭に決まってるね。まあいいや。ほんで、ここが確か通行止めになったのが、確か、令和、元年の9月30日から、通行止めになってますね。こんな感じになってるの、ずーっと通行止めでしょ。で、土屋眼科、あんたの母ちゃんでした。まあいいでしょ。これずっと行くんだね、ずーっと行くでしょ。ずっと行く、はい、ずっと行くよ。こんなになってんだってさ、ずーっとこうなってって、で、あれ、これが圏央道。圏央道だよ、圏央道でしょ。圏央道ね。圏央道もなんで今頃になって伏線工事やってんですかね、これね。伏線工事。ここね。初めからあれだよね。結局あれかね、土建業が儲かるように仕組みになってんのがね。もうそんなんいいや。これでこれがずっと、あそこだ。圏央道。ね。そうですよ。はい、そうなんです。ハイブリッドね、これ。小松。これ、小松は GPS 全部管理されてるからね。盗まれても、その人いないと思うけど、でも最近それなんか盗みとかそういうって、これ住友の、あれだね、機械ね、天気。で、ああいうようになってんだってね、ほら。ね。前はね、カラスちゃんがね、一生懸命ね、米のやつとか食い荒らしてたけども、それもなくなっちゃったってさ。とりあえずここまでだね、ここまでね、一回ここで切るよ、じゃあね。